太ももの前面大腿四頭筋はバキバキに割れるストライーションが出るようにするにはどうすればいいでしょうか。体脂肪を減らせばいいのか筋量を減らせばいいのか分かりませんと。これは両方筋肉がなければこうやってストライーションとかね割れ目カットは出ないで、体脂肪も減らさなければいけないと、両方やる必要があると。コツコツやってください。